こんばんは。そう、でもなんか今日私いつもさ耳出してんのよ、公園とか。なんかそのこっちのがイメージやっていうか、こっちのあるじゃん。でもさ今日さ、なんか自分のあの鼻が詰まってるっていうのも多分あるんだろうけど、今日鼻声じゃない？そう、鼻声なんですけど、なんかこう今日はなんか初めてというか、こんなに耳が塞がってるのがちょっと久々なんで、ちょっとあのなんか音が半分ぐらい聞こえない、なんか水の中にいるみたいでした。こんばんは。そう、今日なんか水中にいる気持ちでした。今日の髪型可愛かった。え、めっちゃいい、ありがとう。そう、なんかメイクさんからも「え、今日の髪型いいじゃん」みたいな、そう言ってもらえて嬉しいと思って。こんばんは。髪伸びた。そう、髪伸びたんですよ。かわちどうですか？耳隠れてる雰囲気好きや。え、嬉しい。ゴーグル、あ、ゴーグル、ちょっとゴーグルなしでも泳げるんですよ、私2級なんで。そう、こもってるの。そう、こもってた。今日全然支障はないんですけど、なんかなんとなく、あ、なんか髪の毛がそうなんかあるなーみたいな、もやもわっとするなーって感じ。メイクさんがやってくれたんじゃないんだ。え、メイクさんですよ。こんばんは。投げてくれたお写真を、ありがとう。なんかスタバで写真撮るのなんかちょっと久々で緊張しました。髪の毛伸びた。そう、髪の毛伸びたんだよね。そうなのよ。うん、なんかそう、せっかく伸びたから切るのもったいないなと思って伸ばしてるんですけど、なんかね、まあ切ろうか、このまま伸ばそうか、どうしようかなという、まあとりあえず伸ばしてみようかなみたいな感じですね。どっちがいいんでしょうか。揃いべありがとうございました。いや本当に皆さん、あの揃いべありがとうございました。あの揃いべね、終わってからねショールームしようと思ったんですけど、まあ、メール取ってくれた方はちょっとわかると思うんですけど、ちょっとあのダウンしてましてはい、ちょっとやっとショールームできたので、改めて揃いべありがとうございました。いやめっちゃ楽しかったです。なんか本当に温かくて、なんかその大西とかがもう自分のファンの人しかいないから本当に楽しいよって言ってくれてて、なんかうん、まあそうだよねって思いながらやってたんですけど、めっちゃ楽しかったです。ありがとうございました。今日最善で見ました。たくさん目当て、お、ありがとうございます。やったね、たくさん目当たって、やったね、初めてのそれでありがとうございます。いやもう本当にいい雰囲気で、そうですね、それで本当に楽しかった。いやもう本当にありがとうございます。浴衣ね、浴衣、そう浴衣でよかったですね。夏祭り、夏って感じでよかったですね。またできるといいですね。なんかグッズもね、新しいのできたらいいなと思います。グッズもなんかほとんど完売みたいでよかったです。嬉しかった。こんばんは。誕生日イベントね、できるといいな。時期的にね、年末だからどうなんだろう。浴衣最高だった、ありがとう。そろそろ三つ編みできるようになった。え、三つ編みできると思います。
なんかそう、でもこれどこで分けようかなっていう気持ち、どっから三つ編みするみたいな気持ち。そう、私もね、三つ編み自分でできしてみたいんですよ。こうか。11月の握手会撮って、お、ありがとう。三つ編みするとこんな感じ、できるっちゃできるかな。そう、でこれを丸めると羊さんとかになるよって感じだよ。個人的に羊さん好きです。あ、私も羊さん好きです。やっぱ羊さんはなんかもう、うん、ちょっとね、羊さんいいですよね。私も羊さん好き。アレンジできるくらい、そうなの、アレンジできるくらいになってるんです。お、なんか貝殻だ、かわいい、夏仕様貝殻。羊さん好きだし、羊さんになってもいいですよ、なんてね。お、お、お、ネイルもかわいい、ありがとう。ネイルかわいい。ではそろそろ行かないと。これ楽しかったよ。あ、ありがとうございます。 2B うるうるするから、うるうるしちゃって。そうなの、うるうるしちゃった。なんかマジで、そう、メールには書いたんですけど、まあそうね、卒業とかじゃなくて、なんかマジでチーム系いいチームだなみたいな。なんか入った時はあんなに不安だったのに、なんかもう今じゃなくならないで、となくらないでくれって本当に思って、なんかめっちゃいいチームになんか入れてよかったなみたいな思いでうるうるしました。その髪型好き。あ、本当ですか。え、嬉しい、ありがとうございます。え、そうなんだ、意外とウルフ好き多い。今日はもぎさんファンレターでウルウルしてた。え、そうなの、分かったの。私最後隣で歌うとこがあって、なんかもうみんなもぎさんを見てなんかウルウルしてて、あ、泣いてらっしゃるもしかしてと思って、ちょっと横目でチラって見たら、ちょっとやっぱりうるうるしてらっしゃったんで、あ、うるうるみたいな、こっちもうるうるみたいな。そう、トゥービーいい歌すぎて毎回聞いて泣きそうになる。それな、本当に本当に、てかち、うん、めっちゃいい。ファンレターもだし、トゥービーもいい曲だし、本当にいい曲だな、うん、ね、なんか染みちゃうよね。あゆりちゃんは個人的に金髪翔太がドンピシャ。ああ、いいね、いいですね、ありがたい、ありがたい、その言葉。いや、そうなんですよね、私金髪ショート似合うんですよね、わかる、うーん、わかる、うーん、なんて言うんだろう。そう、自分もね、金髪ショートしたいんですけど、そうそうそう、なんかこう衣装とか考えた時に、なんか髪暗い方が可愛くねって思ったの。まあ2年ぐらい金髪してたし、もういっかっていう。金髪ウルフは強いね、そりゃもうあり。そう、だからなんかちょっと期間限定でみたいなのはあるかもしんないけど、1ヶ月だけみたいなとかはちょいちょいあるかもしんないけど我慢できなくて、でもなんかこれでいきますみたいなのないから、
本的になんか暗めというか普通の色でいこうかなと。まあたまにあるとは思う、わかんない、私の気分次第、気分で変えちゃう。こんばんは、こんばんは。こんばんは、どうもどうも。あとね、舞台のチケット販売も始まりましたので、舞台ぜひ久しぶりのお芝居なのでちょっと楽しみです。ワクワクしてます。ぜひぜひ見に来てください。もうチケット販売されてるのでぜひ取ってください、ぜひ来てください。どんな役になるのかね。そうなんですよ、どんな役でしょうかね、どうでしょう。まだビジュアル撮影もしてないので、そう、どういうビジュアルかもちょっとわかんないんですけど、うん。盆踊りのあれちゃん可愛かった。嬉しい、ありがとうございます。楽しかったですね、盆踊りは。なんかマジでフェスみたいな感じだった。ここロッキンみたいなそう、 めっちゃフェスだと思ってずっとやってた。バキハはかぶりますか。バキハかぶります。リエちゃんとアネちゃんが同じ舞台楽しみ。リエちゃん、でもマリアとよく一緒に出てた方かな。私事だけどアネちゃん俳優さんの推しで新国立鈴木だから回数券買おうかと確かに回数券買った方がお得そう、それは。あ、そうなんだ。じゃあもう新国立に住んでる人になるね。髪の毛伸びて綺麗。ありがとうございます。そう、実はこんぐらいある。そして実はウルフだったっていうそう、なんか今日メイクさんにも今日ウルフでって言って、あれちゃんウルフなんだって、最近やったみたいな月の初めぐらいに言ってて、そうしたらもぐりさんも、あゆねちゃんってウルフだったんだねみたいな、なんか今日なんか初めて気づいたみたいな、そうなってて、あ、そうなんですよ実はみたいなそう、でも気づいてくれるもぎちゃん優しい、嬉しかった。そうね、そう、どうなんでしょう、ウルフどうなんでしょうね。髪のこと気づいてくれるのいいね。そう、嬉しかった。好きやん、そう、好きやん、好きやん。そう、私は大好きです。もう、うん、もう一生ついてく。なんかてか、なんかエフェクトかかってね。フィルターか、なんかこれ何、なんか何でもいいんだけど、なんかめっちゃ明るい、なんかあんまでも明るい方がいいか。これ何が正解なの。じゃこれが通常、これが通常
暗いのかな、ないか。なんか暖色系だなと思ったね。なんかすごいピンクと思って。ウルフが似合う子、ソーラン。そうなの？そんな、そうなんですか。天才。個人的に今日の公演で髪下ろしてたの最高でした。嬉しい。そうなんだ、嬉しい。いや意外と髪下ろしてるのいいんだ、気づいた、発見。いやなんかすっきりしてる方がいいかなって思って。そうずっと耳とか出てる方がすっきりしててなんかいいのかなって思うけど。そう、舞台行きます。お、ありがとうございます、ね、人気の団体さんね。私も知ってる、よくマリアが出てたりして、ね、知ってはいたけど、そうお世話になるのは初めましてなので、ちょっと今日見てめっちゃ可愛いなって思ってた。お、ありがとう、嬉しい。こいつ熱くないの？熱くない。でもなんかね、なんとなくこう、あ、もやがかかってるなって思ってた、耳に。そう、髪の毛がこうかかってるのが久々すぎて。そう、話しかえかって。お、ありがとう。神田明神でやった盆踊りに出てた AKB の子。そう、そうです、そうそうです。あいにしはメイクしてもバブミ強いの。すごい、本当？バブミ強いってどういうことやね。バブミってなんやね、バブミ。48タイムズでグラビア、公開されました。え、そうだ、で見てください。あの48タイムズであのグラビア公開されたので、ぜひぜひ見てください。劇場陸はわがままな流れ星。そう、なんかいろいろあったんだけど、え、なんかでもなんだろう、いろいろあったけど、なんかでもなんだろう、ちょっとやっなんかまあ今は好きなのはこれかなみたいな。いや普段やってる曲はなんかあんまり普段入れるやつに投票することはあんまりない気がするんだけど、自分の中では。でもなんかそう、あれはいい、いいよね、可愛いし、うん、めっちゃいいなと思う、うん。盆踊り踊れる？え、踊れ、わかんない。そのやっぱ正式なのはわかんないけど、でも先生が一回教えてくれたんで、多分できてるっちゃできてると思います。わがままな流れ星60票。おー、ありがとうございます。うわ、ありがとう。いよいよ4曲。お、いいね。でも全部って言ってる人もいるからね。じゃあ私も全部にすればよかったけど。そう、まあね、うん、どうなるんですかね、ワクワク。いい曲多すぎて選べない。そう、そうなの。タンポポの決心もね、いいよね。
もうあれでちょっとなぎちゃんのタンポポの決心見たときはちょっと泣いたけどね、うん、お話し会結構買っちゃいました。あ、ありがとうございます、嬉しい、イエーイ。結構っていいね、結構いいですね。浴衣買ったのに盆踊り行けなかった、泣いちゃう。じゃあお話し会に来てきていいですよ、握手会とか、あの供養しましょう浴衣を。もじゃもじゃカーニバルね、あのもじゃもじゃカーニバル盛り上がりましたね、うん、めっちゃ盛り上がった。お話し会 PR タイム、おー、はい、お話し会、握手会、ぜひぜひ待ってます。ね、完売なんかあんまり言うのなんか好きじゃないけどね、でも気持ちとしてはね、こう完売目指して頑張ります的な気持ちではあるんだけど、なんかあんまり言葉にするのは良くないかなってなんかそう思うんであんま言わないんですけど、でも完売すると嬉しいのでよかったら来てください。握手会買った、お、ありがとうございます、もしもし、お、買いまし、ありがとう。なにちゃんの話し会行くと友達感あって、あ、友達感ある、すごいいいね、友達感あるんだ、やった。オンラインは全日程が、ありがとうございます。船のグラビア、自宅の前の川、え、そうなの、やば、やばすぎ、自宅の前の川、じゃあ、あの辺に住んでんだ、わかった、あの辺、あ、オッケー、結構いいとこ住んでます、知らんけどうん、こんばんは、こんばんは。おすすめの枠、おすすめの枠、え、なんだろう、おすすめって何、全部おすすめなんだけどあ、なんだろう、じゃあ何日にしようかな、ちょっと適当に言ってみるわ。じゃあ10月おすすめ10月、おすすめは10月の14、15、28、29です、お願いします。ハロウィン、あ、ハロウィンね、あ、ハロウィンしよう、確かにハロウィンじゃん。その心は、ま、個別、あ、握手会の方はハロウィンだし、オンラインの方はなんか舞台終わりでこうなんかいっぱい話せたりするかなみたいな、あの武道館もあるしね、その握手会の時はね、なので久々の、私あの久々のオンラインなんで、9月はオンラインないじゃないですか、うん、なんで久々なんで10月、久しぶりっていう感じかな。
とりあえず10月おすすめ、ちゃんと考えてた。あ、そう、ちゃんと考えてみた。喉の調子がよろしくない。え、なんかさ、鼻声なんだよね。なんかわかんないけど、地味に風邪なのかな、わかんないです。口が可愛い。口、りんちゃんも口可愛いって言ってくれる。いや、わかんない、口可愛いって何。口か、私は握手会に注力します。ありがとうございます。ソロイベントの話したいね。ソロイベントの話したいです。みんな覚えてるのかな、それまで。みんな覚えててくれてるんですかね。自分は目が好き。目、センキュー。目ね、まつげは長いんだけどな。5月のお話し会の振り返りが9月17にある、オンラインである。てだってよ。え、それみんな知ってる？9月17に振り返りなんだって。振り返りがあるんですって。いい、拡散希望。拡散希望。え、それそうなの？ブログにだいぶ前になってた。そうなの？ちょっと分かんなかったです。で、その5月の私がコロナになった時の、振り返り権がある方は、あの9月17にオンラインでまたお会いしましょう。お願いします。振り返りもう使っちゃったね。使っちゃった人いるよね。知らなかった。9月後半の舞台がほぼ完売し、そうなんだ。さすがチームオダックさん、すごい。ちょっと前だけど、ズッキーとのささやきラジオがめっちゃ楽しかった。あ、ささやきラジオね。そうだそうだ、そうなんです、そうなんですよ。ズッキーとのささやきラジオめっちゃ面白かった。めっちゃ盛り上がりました。もう、いや、めっちゃ盛り上がった。そう、やっぱちょっと私とズッキーはちょっと友達なので、なんか普通に楽しかったですね。こんばんは。雨の話驚いた。本当？そうなの？学生の休み時間、そう、なんかズッキーとはなんかもう、なんか本当にズッキーとは本当になんか近所の子、近所の子って感じというか、なんだろう、なんかすごい話しやすいっていうか、話しかけやすい。あ、ヒゲダンさん、クマちゃん、お、夏ビーチサイドクマちゃん、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。クマちゃん、そう、なんかズッキーとはね、ちょっと友達というか、なんかズッキーが喋ってくれると嬉しいんですよね。そう、だからなんか話しかけちゃう。
髪の毛ツヤツヤ。そうですかね、ありがとうございます。そうブリーチそのしてた時は8回ぐらいしてたから、全部で多分もうないけど、そのブリーチしてた割にめっちゃ綺麗だねっていつも美容師さんと話して、本当にブリーチしてたっけって。そう、アニちゃんの弟さん弟にしたい。お、いいね、いいじゃん、あのじゃあげる全然そう、でも可愛かった、もうクッキーの作り方覚えたって言ってて可愛かった弟、なんかね可愛い。そうクッキーいつでも作ってもらえる、これからさん中2中学2年生弟。え、なんか違う、私が作ってって言ったの、クッキー作れるって、クッキー食べたいなって言ったの、そしたら「え」みたいな、「作ったことないけど」みたいな、そうレシピ送ってくれたら作るみたいな、そう言ってくれて、もうだからレシピ送って、そうじゃあ作ってくれました。こんばんは。めっちゃいい弟。そう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 なの、めっちゃいい弟。天才、そう天才なんです、実は。こんばんは。一緒に作ったよ、型抜くのは、形作るのは一緒にやった。そう生地は作ってくれて、型抜くのは一緒にやりました。そう共同作業。レイヤー入れてる、そうレイヤー入れてます、てかウルフみたいな感じ、レイヤー、そうレイヤー。食べるのは誰、我々自分たちで作って自分で食べるの。そう二人で食べたよ、美味しいねって。ほのぼの、そうほのぼの。よし、じゃあとりあえず明日もねちょっと朝からなので終わりにしたいと思います。ランキングを見ます。13位まことっちあやね大福さん、12位ゆうじさん、11位よすさん、10位ショートさん、9位 YSN73 さん、8位清水さん、7位のりあやね大福さん、6位ハゲッチなまこ推しピロピカリンマシモンズ突破さん、5位吉国さん、4位ゆうたあやね大好き大福さん、3位和田ちゃんあやね大福さん、2位お父さん埼玉さん、1位ヒゲダンさんです。ありがとうございました。ではまた、バイバーイ、おやすみー。